回に引き続きですね、お話を伺うスペシャルゲストはこの方。はい、平野彩です。今週もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうね、平野さんといえば、はい、今もう全人類で一番忙しい方のお一人。そんな、めそもない。今回はここらでちょっとですね、はい、最近どんな活動をなさっているのか、はい、一旦ちょっと整理してみたいなと思うんですけれども、はい、というわけで今回もパセラリゾーツ秋葉原店からお送りします。世界一と言われる曲数と多彩なコンセプトルームを誇る、まさに俺たちのためのカラオケボックス。ボンゾ世代直撃のセンスが泣けるで、一遍来てみろよ。まずは写真集ですか。はい、出たということで。はい、エッチ。そうですね。はい、はい、エッチなんですか。読み方はエッチでお願いします。はいはい、これ初写真集ということで、はい、どうですか、撮影されてみて。あ、そうですね、初めてなのもあって、わからないことはすごく多かったんですけど、いろんなことをしたいなと思って、サブタイトルとか、あと中身の内容、シチュエーションとか構成とかも全部関わらせていただきました。あ、そうなんですね。はい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 。この写真集のコンセプトっていうのはどういう。ですね、サブタイトルにもあります、 Stairway to 20っていうのが、はい、自分でつけたっていうタイトルなんですけど、20歳までのうちの19年間の集大成っていうのもありつつ、こう20歳のこう階段をだんだん登っていって、それに対する期待みたいなのも入れた、こう読んでみて一通り流れのある一冊の写真集にしたいなっていう気持ちを込めて、はい、作りました。20歳に向けて10代の最後のこう今登ってるあたり。そうですね、はい。そして次に9月にフォトエッセイですか。はい、タイトルは 90BPM。 はい、って何ですか。ですね、 BPM っていうのが、はい、てかパッと見でちょっと記号っぽく見えて面白いかなと思ってつけたのがあるんですけど、ビートのテンポの速さなんですよ。なのでその前についてる数字が多ければ多いほど、すごい速い曲ということなんですけど、はい、19BPM 19分の1って書くんですけど、はい、すごいゆっくりなんですよ。ありえないぐらいゆっくりっていうことになるんですけど、そのやっぱり19年のうちのちょうどフォトエッセイで掲載されている写真とかコメントっていうのがセグラさんで連載をやらせていただいていまして、はい、初めて物語っていうコーナーを持たせていただいているんですけど、そこでいろんな各地に行った、それこそも海外バリとかも行きましたし、沖縄とか近場で箱根とかも行ったんですけど、その連載がちょうど1年だったんですよ、はい、なので19年のうちの1年を切り取ったフォトエッセイにしようっていうことでこのタイトルをつけました。はい、はい、なるほどなるほど。そしてさらに CD も、はい、10月から12月の、発売ということで、ランティスさんの方から、はい、3ヶ月連続リリースをさせていただきます。10月、11月、12月と、そうですね、3回出るわけですか。はい、そうです。その3ヶ月連続っていうのはどういう。ですね、平野や個人の曲としては去年の9月以降実はリリースがなかったんですよ。なのでずっとやりたいなと思っててできなかったのもあったんで、やっとこう思いの詰まった曲を歌えるなって思って、勢いもつけたいっていうのを3ヶ月連続をやらせていただこうかなと。あと今回はですね、その3枚のシングルに全部 PV がつくんですよ。なので歌もそうなんですけど、ビジュアル面でもこうちょっとだけ成長した平野彩っていうのを見ていただきたいなと思って、はい、もうこんなですね、いろいろおやりになってこれからやってみたいことがあるっていうのはありますか。もう何だろうな、今のこの仕事にとらわれず、でも声優さんっていうポジションでいろんなお仕事をやりたいなっていうふうに思っていて、歌であれば早くライブがやりたいなと思ってます。まだアルバムができるまで曲数は増えていないので、いっぱいたくさんの曲を歌って、アルバムを出してライブをしてっていうのをすごく早くやりたいですね。
他の仕事がいろいろ忙しくなっちゃって、はい、ちょっと声優のお仕事は一部こうお休みとかっていうことにはならないですか？それはないですね。なんだろう、私声優として活動しているので、うん、声優として写真集を出す、声優として歌を歌うっていう風なスタンスなので、それはまずないです。声優平野綾は絶対います。はい。最近その DVD でですね、僕映像特典見たんですよ、はい。でこう あちこち行かれてファンの方と触れ合うっていうあれがあって、鈴宮春日の DVD ですか？そうですね、特典映像、はい、客席からこうドーっていう声援が飛んだりとか、はあ、ああいうふうな、なんかあのすごい人気になっちゃったわけですけれども、そういうふうな、なんか、あ、こんなに、人気になってどうしようみたいなのって、ですね、あの鈴宮春日の憂鬱っていう作品がやっぱりあのいろんな方に私を知っていただけるきっかけになったなっていうふうに自分でも思っているんですけど、なんだろう、どうしようかなっていう不安とかよりは、あ、これから次は何をできるかなとか、あ、みんなと一緒に頑張っていけるなっていう安心感の方がすごく強いですね。なので、あの自信を持ってみんなといろんなことをこれからやっていけるなっていうのを今はすごい実感していろいろ考えてます。最後に、ボンズをご覧の皆さんに、はい、平野さんからメッセージの方をお願いできますでしょうか？はい、ですね、平野綾としてこれからも本当にいろんな活動をしていきたいと思います。今年後半から来年にかけてものすごい勢いで、多分私でもびっくりするようなスピードで進んでいくと思うので、どうか皆さん、しっかりついてきてください。やっぱりライブとかで盛り上がれたらいいなと思っているので、ライブとかできるように、アルバムとかも発売できるように頑張っていきますので、どうか平野綾よろしくお願いします。はい、もうバッチリよろしくお願いされてますと思いますのでですね。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。